BB ゴロチャンネルご覧の皆様、いつもありがとうございます。今回もよろしくお願いいたします。早速なんですけどもね、これは、ゆうこさんという女性が体験したお話です。ゆうこさん、現在は埼玉県の実家でご両親と一緒に暮らしているそうなんです。数年前に一度だけ一人暮らしを少しだけしたことがあるそうなんです。高校を卒業して都内の専門学校、服飾関係だったらしいんですけどもね、通うことになって、最初は楽しく通っていたそうなんですが、いつの日からか一人暮らしに憧れを持っていたそうなんです。そしてご両親に一人暮らししたいんだと伝えると、ゆうこさん一人っ子だったそうで、ご両親に猛反対されたそうなんですね。まあ特にお父さんがダメだダメだばかり言っていたそうなんですけどもね、いろんな理由をつけ約束事も決め、お父さんもしぶしぶ一人暮らし、許してくれたそうなんですよ。費用はすべてご両親が出してくれたそうなんですけども、お父さんが会社経営をしてて、土地などをたくさん持ってて、かなり裕福らしいんですね。そして借りたところが、都内の住みたい街ランキングで1位、2位を争う街で、その駅から歩いて徒歩数分、だったそうなんですね。でっかい街道があるんですが、その両脇やマンションがずらーっと並んでいるそうなんですよ。ゆうこさんのマンションは10階建てのマンション。しかも10階の角部屋らしいんですね。ベランダが南向きにあって日がすごい当たるらしいんですよ。で、角部屋なんで東の方にも窓があって、とにかく明るい部屋だったそうです。で、ベランダに出てみても、その目の前、マンションがたくさんあるって言っても、10階建てとかではなく、5階建てとかが多いんで、邪魔するものがないんで、いろんな景色が見れて楽しかったそうなんですね。そして、楽しい学校生活と楽しい一人暮らしとはいかなかったそうなんです。なぜかというと、約束事の一つで門限が10時だったそうなんですね。お父さんに10時に毎日電話しなきゃいけなかったそうなんですよ。しかも携帯電話からではなく、固定電話。お父さんがつけたそうなんですよ。その固定電話からお父さんの携帯電話。番号が出るからね、確認できるんでしょうね。それを毎日しなきゃいけなかったのが苦痛だったらしいですね。ある日、学校へ行くのに玄関を出てエントランスに行くと、管理人さんに止められたらしいんですよ。お宅1001の何々さんって言われるんで、はい、そうです。と言うと、ちょっとね、言いづらいんだけど、ベランダで騒いだりするのをやめてくれるかな、と注意されたらしいんですよ。ベランダで騒ぐってどういうことだろうと思って、私騒いだ覚えないですけど、そう言うと、いやーなんかね、集団で騒いでうるさいって言うんだよ。クレームが来てるんだよね。あと、ベランダでタバコ吸ってるだろう？結構匂い、タバコ吸わない人はわかるから、あんまりやってほしくないんだよね。火事になったら嫌だし、って言われるそうなんですよ。で、私タバコ吸ってませんよ。ってちょっと強めに言うと、あ、そう。まあでもクレームが来てるんだよね。いずれにしろ、まあ何かの勘違いってこともあるからさ、気をつけてよ。って言われたそうなんですね。で、あんまり争い事が好きな方じゃないんで、ゆうこさん、しぶしぶ、腑に落ちないなぁなんて思いながら学校へ行ったそうなんですよね。そして毎日ではないんですが、時折、やはり管理人さんから、昨日も騒いだんだって、とか言われるそうなんですよ。で、一度も友達呼んでないんですよ。おかしいなぁ。どこの部屋の方が言ってるんですか？お隣ですか？と聞くと、いや、隣は住んでないよ。じゃあ1003号室の人ですかっていうと、まあいいじゃないその辺はってごまかされちゃうそうなんですね。そしてそういうふうに騒いでるって言われるだけではなく、部屋でもなんか不思議なことが起き始めたそうなんですよ。トイレ、高級な賃貸マンションです。トイレ電気つけて入るとセンサーで蓋がパカって開くタイプらしいんですね。それが入ってないのに、勝手に開いて水が流れる音がする時があったそうなんです。と思ってトイレに行って電気をつけると、蓋は閉まってるんですが、どうやら水が流れた後のような音はかすかにしてるんですよね。そして、部屋のベランダに抜ける大きい窓があるんですが、その横あたりに小さな棚があったんですね。備え付けてあって。そこにいつも鍵だったり、ちょっとした小物を置いてたそうなんですけども、それが落ちていたりしたそうなんですよ。何なんだろう。で、テレビを見てると、急に切れたり、ついたり、切れたり、なんか不思議なことが起こっていたそうなんですね。そんなことが続いた、ある日の晩10時にお父さんにまたいつものように電話すると、ああ、今日は大丈夫だったかなんかあったかとか、いや何もないけど、そうか、じゃあお休みって切ろうとすると、おいってお父さんの大きな声が聞こえたんで、受話器戻してみると、お前今男来てんだろうって言うそうなんですよ。男？お父さん何かまかけてんの？私彼氏なんかいないわよって言うと、いやお前今後ろで男の声してんじゃねえかって言うから、いや男いないわよ。何お父さん言ってんの？いやお前今いる。なんだお前。怒ってるらしいんですね。で、お父さんをなだめながら、ちょっと最近あったことを話したそうなんですよ。そういえばさ、管理人さんから、ベランダでうるさくするなとかね、言われたり、あと、なんか、部屋、急にトイレの、蓋が開いたりとか、そういうことを言ったらしいんですね。そしたら、ベランダでうるさいって言われたの多分、隣のやつがうるせえんじゃねえかって言うんで、隣住んでないらしいんだよ。じゃあ下じゃねえか？タバコの匂いとかもしてんだろ？じゃあ下だよ。っていうそうなんですよ。あと、トイレっていうのはさ、そのセンサー式のやつは、虫でも何でもちょっと、例えばゴキブリなんかさ、そのセンサーのあたり通っただけでも、開いたりする場合もあるから、おそらくそれ虫だよ、とか言うんですね。おそらく下の住人がうるせえんだよ、多分。問題なんだよ。そう言われたんで、電話、こき持ちながら、ベランダ出てみたそうなんです。そして、ベランダ、お子さんが落ちたりしないように高い壁になって手すりだけついてるらしいんですね。で、手すりで吹いて、ちょっと足、伸ばして、背伸びして、下見てみると、白いものがかかっていたそうなんですね。柵のあたりに。そこで思ったのが、ああ、下の人やっぱおかしい。何がおかしいって言ったら、そこのマンション、決まりとして外観を損なわないようにベランダで洗濯物干したり布団干したりするの禁止なんですよ。その通り、そのマンション、いっぱいあるんですけど、そこはほとんど禁止らしいんですね。区で決めてるのか、一体で決めてるのかわからないんですが、それなのに白い何か、おそらく布団か何かを干してるらしいんですよね。ああ、干しちゃってるよ、なんて思って、お父さんに、おそらく下の人、洗濯物干したりしてるよ。布団干してるから多分、そういうダメって言われることやってるような人だから、下の人がうるさいのが、どっかの部屋の人が、ここの部屋がうるさいって勘違いしちゃったのかなーなんて、言ったそうなんですよ。そして、本当に男いないからね、お父さん。って言って分かったよ。でも、今もしてんぞって言いながら、もうお父さんやめてって言っても、半ば強制的に電話切ったそうなんですよ。そして、お風呂に入ったりして、次の日の準備をして、さて寝ようかと思って、電気を消して、あ、カーテン閉め忘れてたと思って、まあ、10階建てですからね、10階の10階ですから、誰が見るわけじゃないんですが、一応カーテンを閉めに行くと、そこで見たものは、その、優子さんのベランダの柵に何か見えたらしいんですよ。何が見えたっていうのはもう瞬時に分かったそうなんですよ。拳。それも手すりを掴んでるっていうのが見えたそうなんですよ。ゾーッとして鍵閉めてるから少し安心だったんですけど、どうしよう。声が出なかったそうなんですよ。それをじーっと見つめていると、掴んでいた手が、今度は腕が見えてきたそうなんですよ。片腕、そして両腕が見えてきて、顔が見えたそうなんですよ。そしてずり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 、その柵上がってくるのが見えたんですよ。そこで目に入ったのが、白い何かを着てる。パッと瞬間移動じゃないんですが、ベランダにそれ、立ったらしいんですよ。その姿見えて、浴衣を着ていたそうなんですね。白い浴衣。そこでとっさに思ったのが、さっきお父さんと電話して、何気に下を見たときに白いものが布団か何かと思ったら、それ違う。その、今目の前にいる男が着ていた浴衣、どうやらぶら下がっていたんですよね。しかし、ゆうこさん分かっているのは、もうそれ人間じゃない。どうしようか。ゆうこさん、体が立ちながら動かなかったそうなんですよ。すると、ふっ、消えた。と思うと、殺すぞ。耳元で声がしたそうなんですよ。そのまま、ゆうこさん、気を失ってしまったそうなんですけどね。朝、目が覚めて、時計に目をやると、5時過ぎなんですよね。それで、お父さんにすぐ電話して、こういうことがあったの。って言うと、お父さん仕事そっちのけで、車飛ばして来てくれたそうなんですよ。知り合いである仲介してくれたそのマンションを、その人物も連れてきて、いろいろ見ていたんですが、お父さんが言うんですって。おい、お前この神棚いつつけたんだ。神棚？ゆうこさん思ったそうなんですよ。ほら、ここのだよ。指さしたところ。それ、いつも鍵とか小物を置いていたところ、ゆうこさん世間知らずでそれ小物置き場だと思ったそうなんですよ。しかしそれ神棚だったそうなんですけどもね。私そんなのつけた思い出ないよ。もともとついてたよって言うと、その仲介の人とかも、こんなのもともとついてないよ。じゃあ誰がつけたんだっていう話なんですよね。お前一人暮らしやめろ。そう言われて、埼玉の実家へ帰ったそうなんですね。そしてその後、お父さん、いろいろ聞いてくれたそうなんですね。そして分かったらしいんですよ。それでお父さん、あの部屋なんかあったの？って聞くと、いや、お前は知らない方がいいよ。そう言われたらしいですね。ゆうこさん、もう一人暮らしは絶対したくないって言ってましたね。そして一人娘なんで、婿をもらう。だから一生実家にいるんだって笑ってましたけどもね。そのマンション、今もあります。不思議なことってあるもんですね。BB ゴロチャンネル、今回もありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そしていいねよろしくお願いいたします。